ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いよいよ、今年の4月に、ロックマンエグゼアドバンスドコレクションが発売されるな。今から楽しみね。でも、私はロックマン X の方がよく遊んでたわね。確かに、ロックマン X も面白かったな。X シリーズは、初代ロックマンの派生作品で人気も高く、2018年にはコンプリート版が発売され、最新ハードでも気軽に遊べるようになったよな。X シリーズは SFC やプレステのソフトだったから、現行機一つで遊べるようになったのは嬉しいわね。でも、ロックマン X の話題って、最近あまり聞かなくなってしまったわね。確かにそうだな。X シリーズは人気もあったが、シリーズを追うごとにだんだん勢いが衰えていたんだ。そうだったの？どうして人気が衰えちゃったのかな？それじゃあ、今回はロックマン X シリーズの作品を振り返りながら、人気が薄れていった原因を解説していくぜ。まずは、ロックマン X シリーズが、どんなゲームなのか解説していくぜ。ロックマン X は、初代ロックマンから、100年後の世界が舞台になっている。その世界では、人間に限りなく近い思考を持つ、レプリロイドと人間が共存していたんだ。しかし中には、人間たちに害をなすレプリロイドもいて、彼らはイレギュラーと呼ばれた。そのイレギュラーを倒すのが、主人公の X やゼロが属する、イレギュラーハンターで、ステージを進みながら、敵であるイレギュラーを倒していく、というのが本作の概要だ。全体的にストーリーが結構シリアスなのよね。特に後半のシリーズでは、かなり終末感が出てきて、結構ストーリーに引き込まれたわ。そうだな、ストーリーが作り込まれているのも、X シリーズが人気な理由の一つだな。他にも、ダッシュや壁蹴りといった、初代ロックマンにはなかったアクションが追加され、よりスピード感あふれる動きや、高低差を利用したアクションが可能になったんだ。こういったアクション性が向上したのも、X シリーズの魅力だな。そうね、あとはステージのあちこちにある、アーマーやライフアップで強化したり、ボスを倒すと、いろんな特殊武器が手に入って、X がどんどん強くなるのも楽しいわ。そうだな、どのステージからでも進めるから、欲しいパーツを先に集めることもできるし、初代ロックマンの良さはしっかり引き継がれた、良い作品になっているな。ロックマン X のナンバリングタイトルは、全部で8作品あるが、前半の X4 までは比較的好評で、X シリーズを遊ぶなら、前半4作品がおすすめ、という声もよくあるぐらいだぜ。確かにそうね、言いたいことはよくわかるわ。ロックマン X から X3 は、SFC ソフトで展開されているが、1作目からすでに完成度が高かったんだ。1作目ということもあって、弱点武器を使うと簡単に倒せてしまうボスが多いなど、多少バランスが悪い面もあったが、X シリーズの基礎は、この時点でほぼ完成されていたんだ。確かに、1作目は苦戦するボスってほとんどいなかった気がするわね。でもサクサク遊べるのがすごく爽快だったわ。そうだな、このスピード感が癖になったプレイヤーも多いだろうな。X2、X3 とシリーズを重ねていくごとに、グラフィックの進化や空中ダッシュの追加、アイテム収集要素の追加など、ゲームを楽しめる幅がどんどん広がっていったんだ。X3 は特に収集要素が多くて楽しかったわね。収集要素が多すぎて、攻略手順が複雑になってるのは大変だったけど、アイテムを切った時の達成感と、万能感は忘れられないわ。そうだな、他にも限定的とはいえ、ゼロが操作できるようになったのも感動したよな。そして X4 は、プレステとセガサターン用ソフトになり、ハードの性能が上がったことで、グラフィックがより綺麗になり、アニメムービーやキャラクターボイスも追加されたんだ。この進化には驚いたわね。今作からゼロが正式にプレイアブルキャラになって、ストーリーが X とゼロで分かれているから、1本で2倍遊べるのは嬉しかったわ。そうだな、ゼロの方が贔屓されてる感があって、X の存在感が薄いのが気になるが、全体的に高水準な仕上がりになっていて、X シリーズ最高傑作との声もあるぐらいだ。このように、ここまでのロックマン X シリーズは、大きな不満の声も少なく、比較的順調だったと言えるだろう。しかし、次の X5 からロックマン X シリーズの低迷期が始まるんだぜ。さて、ここから本題の X シリーズが衰退していった要因を、1作品ずつ見ていくぜ。ロックマン X5 は当初、シリーズ完結作となる予定で、物語も、地球滅亡の危機が訪れるという、終末感あふれる展開になっているんだ。X5 で完結の予定だったの？それは知らなかったわ。X4 では X と0が、別々のストーリーとなっていたが、今作からステージ開始時に、キャラを選ぶ仕様に変わったぜ。ストーリーが一本化してしまったのは残念だけど、ステージごとに選べるのは良かったわね。そうだな、X4 ではアニメムービーやキャラクターボイスが多く豪華だったが、X5 ではそれらが大幅カットされ、全体的に低予算な感じが前面に出てしまってるんだぜ。確か X4 って、ロックマンシリーズ10周年の記念作品だったから、単に X4 が気合入ってただけかもしれないわね。そうかもな、ただあまりの落差に、X シリーズのファンが落胆したのは間違いないだろうな。今作のストーリーは、地球に迫るスペースコロニーの衝突を阻止するのが目的で、ゲームの進行によって、ストーリーやエンディングが変わる仕様になっているんだ。ステージをクリアすると、コロニー落下阻止の作戦成功率が上昇していくんだが、全ステージのクリアが必須ではなく、無視して先に進むこともできてしまうんだ。さすがにその仕様は、アクションゲームとしてどうなの？
って思ったわ。あまりにも斬新すぎる仕様だよな。今作は今まで以上に緊迫した状況なわけだが、セリフの言い回しも突っ込みどころが多く、せっかくのシリアスなストーリーが台無しになっているのも非常に残念なポイントだな。私はあまり気にならなかったけど、気になる人は気になるのね。そして今作から圧倒的に改悪されたのが X シリーズの売りだったスピード感だ。今作ではしゃがみやロープに捕まるアクションが増え、テンポが悪くなってるんだぜ。確かに今回は待ちが結構多くて、今までのように進めなかった気がするわ。他にも頭上から一定タイミングで落ちてくるトゲトラップや、進行がゆっくりな、マッコインステージの強制スクロールなど、ステージギミックでも、スピード感が阻害されているんだ。そして一番最悪なのがエイリアからの通信で、頻繁に動きを止められることだ。ああ、あれは結構イラッとしたわね。多分多くのプレイヤーが、ストレスを感じたんじゃないかしら。きっとそうだと思うぜ。このように、追加要素はいろいろとあるが、X シリーズの良さを台無しにしてしまうものが多かったんだぜ。X4 からの落差も大きかったことで、X シリーズの中でもかなり賛否が分かれる作品だな。次はロックマン X6 だ。今作は X5 の3週間後の物語が描かれているぜ。コロニーの直撃は免れたが、荒廃した地球に新たな脅威、ナイトメアが現れ混乱が起きる。X はナイトメアの調査を行うため、各地を巡っていくというストーリーだ。今回は最初にゼロがいないのよね。ああ、だがゼロから Z セイバーを受け継いで、X もセイバーが使えるんだ。これは結構胸熱展開よね。そうだな。ただ今作は X5 から1年という短い期間で制作されたのもあって、前作同様、賛否がかなり分かれる作品になっているんだ。私はもう、ナイトメアって単語を聞いただけで頭が痛くなるわ。どうやら霊夢はかなり痛い目にあったみたいだな。この作品は、全体的にプレイヤーを苦しめようという、意図が見え見えなステージ構成で、非常にストレスを感じる要素が多いんだ。このゲームの難易度を飛躍的に上げているのが、ナイトメアウイルスという雑魚敵だな。あれはもう雑魚敵って呼べないほど厄介よ。壁もすり抜けて攻撃してくるし、倒しても復活するし、いっぱい出てくるし、本当に散々な目にあったわ。かなり恨みがこもってるな。霊夢が言う通り、こちらを襲ってくる時も厄介だが、アイテム収集の時も問題になる。今作では、各ステージにいる要救助者のレプリロイドを救出して、強化パーツを獲得するが、救出前にナイトメアウイルスに取り憑かれると、アイテムと共にロストしてしまい、ステージをやり直さないと、強化パーツが手に入らないんだ。このシステムが本当に理不尽なのよね。しかも、ステージのギミックと合わさって、なかなか救助できない時もあるのよね。リサイクル工場のステージなんかは、特に理不尽だよな。定期的に上からプレス機が降りて進めないのに、ナイトメアウイルスに好き放題やられる。他にも、この要救助者が空中に浮いていたり、トゲの床の上にアイテムが配置されたりと、いやらしさが満載なんだぜ。簡単にはクリアさせないっていう、開発者の悪意を感じたわ。他にも悪質なのが、一部のステージでアーマーやパーツがないと積む場所があって、その場合は、ゲームオーバーになってステージを抜け、装備し直して最初からやり直しだ。これは本当に悪質だと思ったわ。しかも、結構難易度が高いステージだったから、心が折れそうになったわ。今作では初代 X のように、ボスを倒すと他のステージギミックが変化する仕掛けがあるが、そのどれもがプレイヤーを苦しめるような、仕掛けばかりなんだ。その筆頭がこのステージだな。これは最初やった時どうしようもなかったわ。こんな感じで、まさに悪夢のような難易度のゲームに仕上がっているのが X6 だ。それ以外にも前作でもあった、癖の強い言い回しも健在で、全体的に作りが荒く、開発期間が短いことによる調整不足が、もろに現れた作品となったぜ。さて、いよいよ X シリーズ最大の問題作、ロックマン X7 だ。今作からハードがプレステ2になり、従来のドットから 3D グラフィックになったぜ。ステージも 2D と 3D が用意されていて、新ハードの X シリーズだから、期待されていたんだ。私も最初は X7 に期待していたんだけどね、まさか X シリーズの黒歴史になるなんて思わなかったわ。今作では X が離脱していて、代わりに新たな主人公、アクセルが登場するぜ。アクセルは X と同じく、ショット系で戦うタイプだが、チャージショットが使えず、少々扱いにくいキャラとなっているんだぜ。X の戦線離脱も驚いたけど、新たな主人公の登場にはさらに驚いたわね。そうだろうな、アクセルにはコピーショットという技があって、これで倒した相手の姿をコピーできるという、今までにない能力を持っているんだ。このコピー能力を駆使して、普段はいけない場所のアイテムを収集するわけだが、このコピーショットの威力が低すぎて、なかなか敵を倒せないんだぜ。そうなのよね、コピーショットを使わないと進めない場面なのに、なかなかコピーショットで倒せなくて、イライラした記憶があるわ。ちなみに、X は途中から復帰するんだが、物語も終盤に差し掛かる頃という遅さだ。そして X とアクセルは、自動で敵をロックオンして攻撃するんだが、このロックオンも精度がいまいちで、特にこちらに向かってくる敵に攻撃を当てにくい。敵によっては全く反撃できなくなるような、クソシステムとなっているんだぜ。
これは本当にやりづらかったわ。今作は 3D ステージも追加されたわけだが、この 3D システムが最大の改悪となったんだ。 3D ステージの命とも言えるカメラワークは最悪で、カメラが近くて進行方向が見えにくかったり、手前に遮蔽物があって視界を遮られたりと、これもストレスを感じる大きな要因になっているんだぜ。これは本当にストレスだったわ。まるで、目隠しされてゲームをしているかのような、やりにくさだったわね。そして 3D になったことで、操作性が全体的にもっさりとしてしまい、X シリーズの売りだったスピード感が、完全に失われてしまったんだぜ。せっかく、新たなハードになったものの、追加された要素によって遊びにくくなるという、本末転倒な結果になってしまったんだぜ。きっと今作をプレイした人は、X シリーズは 2D だったから良かったんだと痛感したかもね。そうだろうな、他にも不親切な設計がいくつもあって、例えばリザルト画面では、確認画面がたくさん出てくる上に、カーソルの初期配置が家になっているため、いちいち操作するのが面倒だったり、今作も要求助者からパーツを入手するんだが、雑魚的にも、されるクソ仕様になったぜ。なんか知らないところでロストしてて、リザルト画面でようやく気づくこともあったわ。他にも不満な点を挙げていくとキリがないが、総じて今作は X シリーズの中でも、最悪だった一作と言えるだろうな。新ハードになって、様々な挑戦を試みたことは伺えるが、X シリーズの良さが失われ、X シリーズ最大の黒歴史と、呼ばれるようになってしまったんだぜ。これはもう多くのプレイヤーが、X7 を酷評していたことの表れね。でも、ストーリーは結構良かった気がするわ。そうだな、せっかくの良いストーリーも、ステージをクリアできないと台無しだからな。プレステ2のソフト開発に慣れていなかったせいなのか、この結果は非常に残念なんだぜ。最後は、X シリーズのナンバリング最後の作品、ロックマン X8 だ。前作で不良だった 3D ステージは廃止となり、2D アクションに原点回帰したぜ。やっぱり X シリーズは 2D が一番いいわね。今作にも引き続きアクセルが登場していて、前作の扱いにくさが改善されたぜ。今作から新しく追加された要素として、敵のバリアを破壊するクラッキング攻撃、敵に捕獲された時に、相棒を呼び出して脱出するレスキューチェンジ、二人で攻撃する必殺技、ダブルアタックなど、二人で戦うメリットが増えるシステムだぜ。今まであまりなかったコンビネーションが見れるのは、なかなか熱いわね。今作では、今まで不要だったしゃがみアクションや、要求助者のシステムは廃止となり、今までよりかなり遊びやすくなっているぜ。さらに大きく変わったのが、アイテム収集と、各キャラの強化だ。今作はメタルを集めて、回復アイテムや各キャラの固有武器などと交換するんだぜ。これはこれで便利になったけど、ステージを探索しながらどんなアイテムがあるのか、ワクワクしながら探してたから、その要素がなくなったのは少し寂しいわね。そういう人もいるかもな。全体的に前作より改善されてはいるが、それでも X4 までの X シリーズと比べると、まだまだ及ばないというのが正直なところだな。前作があまりにひどかったから、X8 がまともに見えるけど、細かい部分で気になるところもあるわね。そうだな、X7 の評価が最悪だったこともあって、X8 の販売本数も伸び悩み、不遇の作品と言われているぜ。前作で失った信頼を取り戻すことはできなかったのね。ああ、失った信頼を取り戻すのは、かなり難しいんだぜ。さて、ここまでの話をまとめると、X から X4 までは完成度の高いゲームだったが、X5 から X シリーズの売りである、スピード感が失われたり、理不尽な要素が増えて、かつてのような、爽快感が味わえないゲームとなってしまった。特に X7 のシステムは壊滅的に悪く、X シリーズのファンが離れる原因となったんだぜ。X8 で巻き返しを図るんだけど、それももう手遅れだったのよね。そうだな、ロックマン X シリーズは、アニバーサリーコレクションというタイトルで、過去のナンバリングタイトルが、すべて遊べるようになっている。X から X4 と X5 から X8 に分かれているが、ここまで紹介してきたように、後者は、完全に好みが分かれるラインナップになっているから、購入の際は注意してほしいんだぜ。話をしていたら、久しぶりに X シリーズを遊びたくなってきたわね。確かに理不尽な部分や不親切な点は目立つけど、歯ごたえのある難易度で私は結構好きだわ。そういう人なら、X5 以降の作品も楽しめるかもな。みんなも興味があったらぜひ遊んでみてほしいんだぜ。というわけで、今回の動画はここまで。次の動画で会おうぜ。またねー。